今回はダッカールの使い方について説明します。かなり基礎的なところにはなるのですが、作業を円滑に進める上でかなり重要になってくるところではありますので、分かりやすく説明していきますのでよろしくお願いします。スライスを上げ取り、上にねじって、下の毛と一緒に留めます。じゃあ次にスライスを取って、毛の半分で折ってそのまま留めます。で、短いところでもこれは使いやすくて、テープなどの短いところはひねって留めようとすると毛が、ポロポロ落ちてきやすいので、こういうところはこの方が止まりやすいです。じゃあ次にスライスを取って、毛をねじりながら上で畳むようにして留めます。で、これが便利なのが、ブリーチや薬剤塗布などの時に普通に留めてしまうと塗ってるパネルに対して毛先がついてしまうのですが、毛をそのパネル内に留めてあげるやり方だと二人塗りや塗布中などに邪魔にならずに留めることができます。最後にカット中のセニングをしたりするときに一番早くて一番簡単に留める留め方です。スライスを取って、そのまま毛束を横にやって、そのまま同じ方向に挟みます。反対だと人差し指でスライスを取って、そのまま、サロンワーク中に持っていると便利なワニクリップについて説明します。普通のダッカールと比べて大きさも大きいのですが、挟む力が強いのと、あとは毛量が多い髪の毛が長いものに対しても1本で留めやすくなっています。次にハイライトや縮毛矯正のアイロン操作、塗布の時に使える裏技について説明します。スライスを分け取り、そのまま軽く挟むようにして、上側の毛をダッカールのこの上側の毛を人差し指と親指で挟んで、下の毛を小指ですくいます。そして右手の小指で下の毛を分け取り、そのまま上に留めてあげます。下に落とさないでいけるので、拾ったりする時間がなく、スムーズに作業を進めることができます。